初めて僕のことをね見てくださる方は、初めまして、イモケンピと申します。普段はこんな感じでささやきながら ASMR を撮っています。かれこれ5年ぐらい、ASMR を撮っていて、まあ、最近はちょっと投稿頻度は低いんですけども、まあ1ヶ月に、まあ、1本か2本ぐらい、を目安ぐらいにね、今はのんびり活動してます。はい、まあ、普段撮ってる動画としては、まあ、タッピングだったりとか、まあ、オノマトペとかペタ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 他の、動画も見てくださると嬉しいです。で、まあ、今日何やろうかなってちょっと考えた時に、まあ、一番シンプルな、まあ、ささやきながらタッピングをちょっとしようかなと思って、まあ、何種類かタッピングするものを取ってきたので、ささやきながら少し撮っていこうかなと思っております。
からしたら、なんだろう、かしこまってる感じだったと思うんですけど、少しラフにできるなっていう感じで気が楽になりました。さあ、これとあとはもう一個、そこのなんか乾燥剤みたいなやつが結構いい音だなと思って、シリカゲルですね。まあ、まあ吸湿剤というか、まあ乾燥剤みたいなものですよね。湿気取りとかをしてくれる、シリカゲル。カシャ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 。
ました。いかがでしたでしょうか。このロゴが少しでもいいなって思ってくださった方は高評価、チャンネル登録と通知音もよろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。おやすみなさい。バイバーイ。